こんにちは、ゲス君と申します。ウルトラマントリガーにグリッタートリガーエタニティが登場して盛り上がっているグリッター界隈ですけど、今日は元祖グリッターであるグリッターティガについて解説していきます。闇の三巨人の比較動画前に公開しましたけど、グリッターについてもいろいろと違いがあると思いますので、ぜひ楽しんでいってください。チャンネル登録をして僕をグリッターゲス君にしてほしいです。はい、そもそもウルトラマンって人間とか他の生物と心を通わせたり協力したりすることによって普段以上の力を出せるヒーローで、いろんなウルトラマンで今までそういうブーストがかかって強くなっていったシーンっていうのはたくさんあったと思うんですよね。同じウルトラマンティガでも25話でキリエロード2に負けたというか負けかけた時に人類に助けられてエネルギーが復活しただけではなくて、さっきまでボコられていたキリエロード2を理不尽にボコったりしていました。グリッターティガというのはそれの最上級みたいなもので、最初に登場したのはティガ本編の最終話で、最強の形態というよりかは奇跡の産物といった感じで、自分で自由になれるわけではないです。その辺トリガーのエタニティとは違う点ですね。最終章で登場した邪神ガタノゾーアというでっかいアンモナイトみたいなラスボス怪獣との戦いで初めてこのモードになったんですけど、この怪獣にはグリッターなしでまともに戦ってもまず勝ち目はないです。ティガが頑張って攻撃しても全く効いているように見えないし、無数に生えてる触手だけでもティガが苦戦してしまうほどの圧倒的な力の差があったんですよ。何食って生きてるんですかね、この化け物。ティガは敗北して石化されて海に沈められてしまいます。絶望感マックスで世界中の大人たちはもう諦めて、もうダメだみたいな感じだったんですけど、世界中の子供たちは諦めずにティガを応援して、その子供たちの気持ちが光になってティガに力を与えてグリッターティガになります。子供たちの光がグリッターティガになっているので、子供たち自身もティガを構成する一部になっていて、僕がティガだ、私がティガよみたいな感じで、世界中の子供たちがティガになって光になりました。羨ましいからおじさんにもならせろ。グリッターティガになるとガタノゾーアとの間にあった絶望的な力の差は追いつくどころか優に追い越すほどの圧倒的なパワーアップを果たすことができます。ハンターハンターでいうところのゴンさん、ドラゴンボールでいうところのスーパーサイヤ人みたいなもんです。普通のパンチやキックでは微動だにしていなかったガタノゾーアが、パンチであるグリッターボンバーやキックであるグリッターパニッシュでぶっ飛んでいました。ガタノゾーア自身も打撃技でダメージを受けている自分自身に驚いたんですよねと後のインタビューで答えていました。そしてグリッターボンバーやグリッターバニッシュの他にも、大幅に威力が上がったグリッターゼペリオン光線などぶっ壊れ技のバーゲンセール状態に入ります。一番ヤバいのはグリタリングシールドという防御技で、あくまで設定上はなんですけど、ウルトラシリーズに登場するありとあらゆる攻撃が一切効かないらしいです。最強やないかい。どういう仕組みやそれ。ここまで来ると無理ゲーすぎてガタノゾーアがかわいそうですね。そんなぶっ壊れチート最強モードのグリッターティガですけど、最終話の後の劇場版でも登場しています。劇場版では本編でグリッターティガによる理不尽なパワーアップでボコられて成仏しきれていないガタノゾーアの怨念と、3000万年前にティガに裏切られてメンヘラになって発狂したカミーラが融合した最強の邪神デモンゾーアと戦います。まあ当然通常のティガの状態だと話にならないぐらいボコボコにされるんですけど、今回は人間ではなくて超古代のウルトラ戦士たちが、僕がティガだ、私がティガよみたいな感じで光になってくれて、その光が集結して再びグリッターティガになります。巨人の力が集まっているので最初のグリッターティガよりもさらに強いっぽいです。ガタノゾーアさん、カミーラさん、成仏してください。グリッターティガが登場したのはこの2回で、それ以降は登場していません。というか強すぎてそんなポンポン出されてもみたいなところはありますよね。その後劇場版の大決戦超ウルトラ8兄弟で、初代ウルトラマン、セブン、ジャック、エース、ダイナ、ガイア、メビウスも一緒にグリッター化するグリッターのバーゲンセールが開催されましたけど、これは似ているんですけど全くの別物で、正式名称はグリッターバージョンというらしいです。この見た目も名前もややこしい状況に、株式会社グリッターティガーさんに視聴者からの問い合わせが殺到したらしくて、弊社とは一切何の関係もございませんと正式に発表があったらしいです。その後またまた劇場版の決戦ウルトラ重粒子で、
平成ウルトラマンたちが金色に輝いて必殺技を打つシーンがあるんですけど、これも別物でクロスオーバーフォーメーションと言われています。これについて株式会社グリッターティガさんは、弊社とは何の関係もございませんと。はい、グリッターティガについてさらっと解説していきましたけど、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。グリッターティガと関係あるのかないのか分かりませんけど、グリッタートリガーエタニティの今後の活躍ですとか詳しい設定が明かされるのが楽しみですね。それではさようなら。